シュティエヴル・ゾルターンは、ハンガリー・バシケン・シャール・バール出身のプロサッカー選手。元ハンガリー代表。ポジションは、ミッドフィールダー。地元クラブを経て2002年に、ブダペストのウィッペシュと FC に入団。ここでのプレーが評価され、トライアルを経て、アストンビラ FC のアカデミーに入団した。2007年にアストンビラのトップチームに昇格するも、定位置を確保できず2009年に退団。 2009年1月にトゥス・コブレンツへ移籍後は、ドイツのクラブを渡り歩き、2、ブンデスリーガでは、通算129試合に出場し26得点38アシストを記録し、ブンデスリーガでは、通算50試合に出場し6得点6アシストを記録した。2017年8月、アメリカ合衆国の DC ユナイテッドへ移籍した。u 世代からハンガリー代表に、 選出されている。2011年9月のスウェーデン代表戦で A 代表デビューを果たし、2015年6月のリトアニア代表戦で初ゴールを決めた。2016年6月から7月にかけてフランスで開催された UEFA ユーロ二2016の代表メンバーに選出されるとグループリーグ初戦のオーストリア代表戦では、 ダメ押しとなる2点目のゴールを決める活躍を見せるなど3試合に出場した。ありがとうございます。